はい、始まりました。ドイツの絵本作家のトミー・ウンゲラがもう大好きな相沢です。で、トミー・ウンゲラっていうとね、子供たちには、素敵な3人組とか、あとは、キスなんて大嫌いとかね、名作たくさん書いてますけれどもね、子供向きの作家かと思うと結構これがね毒があるんですよ。で、その毒の、元になるものっていうのは彼の反逆精神だと私は思ってますというような感じで、ウンゲラの話をするとこれまたね1時間ぐらい喋っちゃいそうなので今日はここで終わりにしますけれども、本の話はね本当にねしたいんですよ。したいんですけども、今ねコロナ禍のこの時代、リモート時代というか、絵本の紹介するっていうのはねすっごい面倒なことになってるんですね。何がっていうとね、著作権です。絵本の出版社がねすごいこれが、うるさい時代になってます。ですから本当はねサブサブチャンネルの相沢の絵本の部屋みたいなね、本を紹介するなんていうのも、やりたいなぁなんて気持ちもあるんですけれども、まあ多分実現しないと思います。ですのでウンゲラーの話はここまでで、今日ご紹介するおもちゃはそのウンゲラーがデザインしたおもちゃ、スイスのネフシャ製品です。ご覧いただきます。はい、ウンゲラーの作品を、ご紹介する前にですね、私はねこれまたね、かぶるっていうねかぶるのが大好きで、かぶるってなんかゆるキャラのお面かぶるとかそういうんじゃなくて漢字は同じか、ね例えばですがここにねこんなものがあるんですよ。これね歯ブラシですけれども、これよく見るとこちら側がハブのデザインになってるんですね。名前はこれハブ歯ブラシっていうんですね。このねパッケージもなかなか面白くてね、ハブ歯ブラシって書いてあって毒がつきとかね、泡盛りにはつけないでくれとか、マングースの戦いには利用するなとか、まあ、注意書きが書いてあったり、まあなかなか、バカ商品ですけどね。まあハブの歯ブラシというね、ハブがかぶってるでしょ。さあこれはですねこれなんだと思いますか。はい、これはよくありますよね。旅行カバンとかスーツケースに、海外旅行へ行くときにねペタペタシールを、まあだからカバンも似たようなカバンがね、あると、まあ荷物をこう待ってるときにパッと自分のが分かるようにシールを貼るっていうね習慣がありますよね。それでねこれはデザインは何かっていうと旅行カバンにシールがペタペタ貼ってあるわけです。というこれはシールなんですね。私はこれを、自分のスーツケースに貼ってあります。これは見た時にねすっげえおしゃれだなと思ったんですね。これねデザインがねかぶってるでしょ。シールを貼った旅行カバンのシールっていうね。さあまだまだありますね。私が、まあしていますこのねネクタイ、これは、オオカバマダラという名前の蝶々ですけれども、蝶の蝶ネクタイね、つまりこれは、まあこれもこれは何かっていうと台湾白蝶ですね。こういうものをね作っている方がいらっしゃってね、大沢あさみさんっていうね、女子なんですけれども、彼女が美大時代これ卒業制作で作ったものを私は、まあ買ったものですけれどもね、これはオスジアゲハですね。私が一番好きな蝶々でという感じで蝶の蝶ネクタイ、蝶々ネクタイね。さあここまで前振りが長かったですけども、はい、私の、はい、ネクタイをご覧いただくと分かりますね。はい、これねこのネクタイは
どこが作ったかっていうと、これはスイスのネフシャが作ったネクタイです。珍しいでしょ、ね。この柄、はい、ネクタイに、はい、ネクタイが描かれてますね、はい、ネクタイですということで、これをデザインしたのは誰かというと、はい、やっとたどり着きました、トミー・ウンゲラーです。トミー・ウンゲラーといえばね、まあ、本当に、素敵な3人組大好きなんていう子もいっぱいいるかと思いますけども、なかなか毒があって好きなんですね。そして、これがスイスネフ社で、はい、まあ製品化をいたしましたトミー・ウンゲラーのデザインしたおもちゃ、なかなかこれはね日本に入ってきてないと思います、多分。だから相当珍しいんじゃないかと思いますけれども、はい、そしてお、目が通れてしまいましたね。目はこうですね、はい。まあ、組木、小室三郎さんみたいな、ね、感じの、組木のおもちゃですね、はい、こうしてこの辺で見えますでしょうか、はい、またアップで見てもらうかもしれません、まあ、この辺をねこうちょっと目を飛び出させようとか、まあね、いろんな表情になりますね、顔はこんな感じでいいかな、顔が全体が前に出て、こんな風にすると横になると、かなり気持ち悪いですね、気持ち悪いというか、なぜこれを私は入手したかってね、これはネフの仕事じゃないだろうと思ったわけですね。まあでもネフも、ウンゲラーが好きだったんでしょうね。ネフ社の誰がというと分かりませんけれども、はい、ここでネフ社のカタログ、歴代のカタログございます。一番古いのはね、これかな、これね、縦長です。なんとそしてこの辺はねもう 何年代かね、奥付け見ても書いてなくて分かんないんですけども、これは1982年、そしてやがて、1984年、これが7年、8年、これが90年で92年、この辺から私は登場します、私の作品もね。まあこんな風にネフのカタログいっぱいあるんですけれども、はい、このタイプのカタログ、これの中に、はい、これがあるんですよね、同じもの。そしてはい、ここにウンゲラーがデザインしたネフ社のおもちゃたちね、ございます。これがなかなか、これは一発作って、廃盤になっていったんだと思いますけれども、なかなかこれを見る機会がなくてね、私はあの板橋でずっと昔ね、トミー・ウンゲラー展を見に行った時にこの積み木が飾ってあって、ちょっと感動しましたけどね。円柱を、90度ではない角度で、適当だと思うんだけどね、計算してないと思うんだけども、適当に切っただけのおもちゃで、黒と白でワンセットで、まあ、あの積み上げるとこんな風にね、ぐにゅぐにゅぐにゅっと回っていくというね。まあいずれにしろ構成玩具専門のね、まあ私から見ると、うん、これいまいちだよなっていうものなんですよ。ですがやっぱりウンゲラーのデザインだってところに、これは価値があるわけですね。ホームページ全部ウンゲラーだそうです。でこの猫ドミノは、日本でも普及したと思います、猫ドミノね。でもねやっぱりね、ネフの仕事じゃないだろうって思って、そう思ったやっぱ記念の作品がこのガマなんですよね。なんというこのインパクトね、見えますか、黒いかな、暗いかな、はい、こうやると見えるかな、はい。ということで今日はね、まあ世にも珍しいと思いますよ、ネフ社、あのネフ社、あの美しいものばかりを作ってきたネフ社が
こんな、まあ、ある種グローテスクとも言えるようなウンゲラー作品を、製品化していたんですね。その紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。